ゴトイパーツピースバラマークよ、始まりました。今日はですね、3月26金曜日です。おはようございます。今日はですね、非常事態なことが起きちゃってですね、店の前で、聞こえると思うんだけどね、ズドドドドドドとか言って、工事始まっちゃったんですよ。で、今週1週間もうずっとやってるんですけど、もう今日に限ってはもう店の前でズドド来ちゃってるから、もうこれはちょっともう入ってこれないでしょ、 お客さんがね、お店に。ああ、じゃあ今日はちょっと違うね、先方でちょっと行ってみようかなっていうんで、今からですね、亀戸に移動して、ドラム缶ヤッホーの前で、今日はとんかつ弁当っていうのをですね、10から20ぐらい売れたらいいかなと思って、いきなりですよ、突拍子もないことに出ちゃったわけですけど、お店にね、来てくれても、この騒音で、とんかつ食べても、美味しくねえなとか俺思ったんですよ。だったら今日は弁当とかもやってるよっていうのを、みんなに知ってもらえた方がなんかよっぽどいいんじゃないかなっていう、その26日金曜っていう今日1日をどれだけ大切にというか、良い1日にっていうかさ、幸せな一日にしたいんだけど、どうやったらいいかって言ったら、そういった感じで、亀戸横の駅に移動するけど、そっちで店弁当屋やれた方が楽しいんじゃないかなって、酒の提供とかも11時からできるんで、あっちだったら、こっちでもできるんだけど、それもいいんじゃないかなと思って。で、すげえ桜が満開で、花見行く人とか案外多いと思うんだよね。で、錦糸町公園とかなんかすごい人いたし、あそこでね、ディスタンス保ってさ、とんかつ弁当を食うのもいいんじゃないですかみたいな感じで、ちょっとそういった花見客の人とかも来てくれるんじゃないかななんて、ちょっとツイッターとか、フェイスブックではさっきつぶやいたんだけど、それでもね、そういうので見て来てくれる人いたらいいななんて思って、ちょっと動画回します。で、あと今日は論理的思考能力、今日に関してはお題があって、今日もお題があって、今日はね、マイホーム、家について、ちょっと言っちゃおうかなみたいな思ってるけど、じゃあマイホーム欲しい人ね、いるよな。だけど多分ね、男より女の子の方が持ちたいって思ってる人多いんじゃないかな、結婚したらみたいな。で、俺はね、俺は答えを言うと、いらない派。マイホームはいらない派。で、みんな、家買う人とかって、結婚して買う人が多いね。結婚して買うんだけど、なんで買うのかなみたいな。俺それちょっと謎なんだよ。だって買った方が後々ローン払い終わったら自分のものになるじゃんとか言うよね、みんなね。家賃を払い続けてても自分のものにはならない、マンションとかでもね。だけど毎月ローンっていうのは安くなるにもかかわらず、後々35年後ローンとかの後には自分のものになるとか言うんだけど、俺その時その時にあったライフスタイルっていうか変化ってするじゃん、絶対に。子供が生まれるとかさ、とか職場が変わるとか、いろいろなことが起こる。小学校に上がる、中学に行く、高校行くとか、子供で考えたらとか、自分だったら仕事の場所が変わるとか、なんかそこの土地が水没しちゃったとかあるかもしれない、いろいろね。だからそのライフスタイルにね、合わせて動かせるのが一番いい。だから賃貸っていうのは身動きが軽いじゃん。だから俺それがすごいいいなとか思ってて、だから今俺が住んでる市川っていうのは、子供が幼稚園行きますよっていうから、じゃあそこから一番近いマンションにしようっつってそこになったのね。
だそうやってライフスタイルに合わせる。でたまたまその長女がいて次女もそこの幼稚園行くんだってなるから、あじゃあそこいいねみたいな、なおさらいいじゃんみたいな、あと3年はそこ いてもいいねみたいな感じだし、だけどそこで後藤一発土地を持ってて、60坪の土地を市川に持ってて、だからそこに上物を建てればまあマイホーム完成なんだけど、まあそこの土地があるから小学校はその長女がまあ今年1年行ったら卒業したら来年はピカピカの1年生だから、そのタイミングでマイホームを作るのかとか、まあそういう問題にもなるけど、そうやってライフスタイルによって住むところを変えていく。まあ今回次回か、まあ俺の場合はもしかしたらマイホームになっちゃうかもしれないけど、そういったことで引っ越し先を見つける。だからやっぱマイホームっていうのは持たなくてもいいんじゃないかなって思う。で車とかもあるけど、なんつうんだろう、車100種類、車買った人100人いたら 99% の車はその日から価値は落ちていくわけだよな。だから車も一緒で、車もさ家よりは安いけど、車も300万とか500万とか1000万とか売るわけじゃない。でそのじゃあ500万の車を買った、けどその買った納車した次の日から価値って下がってるじゃん。それだから家も車も一緒だ。買った瞬間から価値は落ちてくる、だからその 99% 価値落ちる。だけど稀にすげえ高級車に多いんだけど、だフェラーリとかで限定が出たとかさ、そういう車すっごい高いよ、けどそういうのって価値が出るっていうか、プレミアムになるっていうかさ、あと他のまあ自分たちが買うようなまあ日産でねトヨタのあれはアルファードとか買うけど、買った瞬間すごい高級車でいい車だけど、買った瞬間落ちてくる。あれが700万だとしても699万ってどんどん落ちてくる、乗れば。だからそれと一緒だね、家も。だから結局買ったところでその価値をずっとキープできるわけじゃないから、本当にタワマンとかだったから、逆にすげえもう駅2秒のタワマンの最上階とか、それっつうの価値はずっと上がるんだろうけど、以外の普通に建ってるマンションっていうのと普通にみんなが乗ってる車っていうのは価値は下がる。だったら、まあ、レンタカーでいましょうよっていう考えとかも出てくるわけだ。だからそっちの方が俺はまあレンタカー派というか、そっちの方が楽じゃねみたいな、レンタル借りるみたいな、もうそっちの方がいいよって思っちゃうんだよ。で子供のためでしょみたいな言う人とかいるんだよ。だけど子供生まれました、18年ぐらい経ちました、出てくじゃん、一人暮らし始めましたとか、大学行きましたとか、結婚しましたとか言って、そしたらその18年間以降娘が行った部屋どうすんで、超もったいねえじゃんそれで。なおかつ35年ローンじゃあ組んだとしてたら、まだ残り半分あるよみたいな、残り十何年あるよ、16、7年とかあるよみたいな、は娘がいなくなってからも娘の部屋の金は払っていかないといけないわけだ、そこの分のローン、それ超もったいねえなと思って。だから子供たちのためにとかいうのはちょっとそれちげえんじゃねえ、ちょっと細かく言ったら、じゃあ18年のためにって思う。だけどそこは分かってないんだよ。で子供がいた部屋は学習机を置いておくとか、意味ない
もういないんだから、いやあの子がいつ帰ってきても学習机はいらねえ。だからそうやっていらないものとかも増えてくるんだよ、うん、そうやってね、マイホームとかって一軒家ね、まあ大体一軒家買うじゃんとか、まあマンションでもいいんだけど、で子供のためにっていうかさ、部屋とか作ったりしてさ、でベッドとかさ買ってたとか、もうどん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 いらないもん、子供部屋専用ベッドとか、と寝るのは一つの部屋でみんなで横並びでベッドで寝てりゃいいじゃん。だけど子供部屋とか作ることによって自立させなきゃいけないのとか言って、なんかね、そういう部屋作って、シングルベッド置いたりしたりとかね、うん、で子供は音楽を聴かせてあげたいからコンポを買ってあげたとかね、いらねえよ。そうやってどんどん部屋が部屋が部屋がっつったら、どん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 買うものは増えるよね、うん、リビングに掃除機があったんだけど、いやなんかお父さんと同じ部屋の掃除機使うの嫌だとか言うやつとかいたら、娘でそんなこと言ったりね、お父さんと同じ洗濯機はマジ困るんで、私たち子供たちは自分たちの専用洗濯機で洗わせてくださいとか言って、洗濯機2個あるとか超めんどくせえそいつ。だからそういう風になってどんどんいらねえもんとかも増えていくから、いらねえんじゃねえかなって思ってて、であとさ、だその18年後、うん、子供たちが出てった後のいらなくなったというか使わなくなった部屋問題とかで、子供たちの部屋を1階にして2階がリビングとか寝室とかしたら、子供たち1階いねえのに、1階使わないのに、俺たちわざわざ親は2階で生活しなきゃいけないとかっていう階段を登らなきゃいけないもんで、ねえ、それがね、50ぐらいになっても、まあそれはまだ大丈夫だな、60とかだけど、60ぐらいになったら足とか悪くなるかもしれない。そこなんだよライフスタイルって。うん、俺たちが、まあ俺の親父とか最後すげえ足とか悪くなっちゃってて、階段登るのとかも大変だったんだけど、そうなったらエレベーターつけなきゃいけないとか言って、じゃあ後付けでつけるとか言ってもまた無駄になっちゃう。だからまあもう100歩譲って、俺がね、まあ来年再来年家建てますなったとしても 100% 平屋、うん、それでいいと。18年後には子供たちいなくなるし、それでも平屋だったらわざわざ上まで行かなくてもいいし、そこで生活できるしみたいな。まあ本当そういったちょっと家は、まあもしかしたらっていうのもあるけど、そういう風な感じでなんか2階にしなきゃいけないみたいな思ってる人が多いんだけど、俺は 100% 平屋だ。でもしかしたら、例えば平屋1階に俺たちが住んでます、で2階を店舗にしちゃうかもしれない、うん、で自分家の実家がそうだったんだけど、俺が小学校3年生の時に親父たちは自分たちの家を買ったんだよね、鶴屋食堂っていうか買った建物2階建ての、で1階で鶴屋食堂をやって2階で俺たちは住んでたんだよね、うん、でまあローンが返済が始まるわけだけど、親父たちっていうのはやっぱ頭良くて、1階で稼いだ売り上げで2階分も払うっていうかローンを返済してたわけじゃん。それすごいなと。でいて家賃っていうか、その昔までは店舗を借りてそこで営業してたんだけど、それがいらなくなるというか、それも結局ローンになるみたいな、すげえなとか思って。だから自分も家を建てるのであれば、まあ平屋が理想なんだけど、まあその上に、だから鶴屋食堂の逆バージョンだよね、1階住居2階店舗っていう逆バージョンをかましちゃってもいいのかなとかちょっと思ってる、うん、だから2階はね、別にあられがやりてえとか言ってたケーキ屋でもいいし、まあ、何やるか分かんないけど、そういった感じでね、家ってね、考えられることいっぱいあるよね、みたいな。なんでだろうみたいな。でね、あとね、俺思うんだけどね、川の横とかさ、例えば氾濫とかあったりとか、地盤緩りとか、いろいろあると思う。そういった時に、やっぱね、山谷川っていう
るね地名につくところとかは案外地盤ヤバめとか谷とか渋谷とか、渋谷とかってマジこんなんだね、アップダウンだね、その漢字に出ちゃってる地名が、そういうのはちょっと案外まずくねみたいな。うん、なんだろう、小松川とかね、うん、江戸川とか危なくねえかちょっとみたいな、ちょっと感じちゃうんだよね。まあそういうのとかでは、やっぱね、災害とかもつきもんだけどね、まあ、そんなのビビってたら買えんよみたいなのがあるかもしれないんだけど、だからまあそういうところは、うん、価値が上がるっていうのは難しいんじゃねえかなみたいな。だって車だって 99% の車種車が値下げされる、だからいずれね売ればいいじゃんみたいな、住まなくなったらみたいに言うけど、それは価値にはならないと思うよみたいな、それだったら逆にその時間払ってた金の方が損かもしれないよみたいな、っていう感じかな俺は家に関しては、まあ、家に関してはもうちょっとね話せることあると思うから、まあまたちょっとやろうかな。もうとりあえず今日ちょっと弁当売りに行かないといけないんで、こんな感じでGood Day Pass Peace Barabara